美術館に来ていいなと思うのは、何度も見て知っているはずの画家でも毎回新しい発見があるの。ムーラン・ドラ・ギャレット。ルノワールの有名な作品よ。ルノワールはこういった陽気で色彩豊かな絵をよく描いたわ。幸せそうな女性たち。彼は真っ赤でふくよかなほっぺたが大好きだったのよ。木漏れ日が服の上に落ちて光と一緒に踊っているかのようだわ。幸福感いっぱいの新しい光ね。この絵はたくさんの青が使われているわ。そこら中にあるの。空気の中にも肌にも服にも至る所に青があるわ。この色はとても大事で作品の中心となる色よ。深みを与える色でもあるし、光によっても大きく変わるわ。青は木漏れ日の表現に欠かせないものなの。その青の中でダンスが繰り広げられているんです。行われた時期に描かれました。それにもかかわらず、この絵には陽気な場面が表現されています。ルノワールはこの絵を通して、苦しみと不幸な状態にある人々に温かい希望あふれるイメージを見せたかったのでしょう。もしかしたらこの絵は周りの人をほっとさせ、少しだけ不幸を忘れさせたかもしれない。人が不幸な状態から抜け出すためには、希望を持つことこそが大切なのかもしれません。着いた。なんか絵が飛び込んできますね。綺麗。色が新鮮に感じられます。迫力ありますね。淡い筆のタッチがその時の日差しや風を感じさせてくれるんですね。私この色がはっきりしてないっていうのがとても印象だったんですけど、そんなことないですね。本当にこの方のイヤリングとネックレスの金がとても際立ってるんですよ。一つ一つの色が目に飛び込んでくる感じがします。これは以前の展示室に飾られていた時の写真です。5階の壁は今と違って白かったんですよ。こちらの方がやっぱりちょっと絵が余計にこう浮き上がって見えるような。こうして比べてみると、
見え方が随分違うでしょ。暗めの壁が明るい絵の色を引き立たせてくれるので、一層鮮やかに見えるんですよ。いろんな色があって、光を感じる、もしくはこの動きによって風を感じる、すごい素敵な絵になっているんですけれども、今まさに当たっている光をこうやって表現しているというか、それこそ印象派なのです。ルノワールの素晴らしいところは、揺れ動く木漏れ日を巧みに捉えて人の動きまでも表現しようとしたことです。画面が光と生命力にあふれているでしょう。ちょっともしかして顔を近づけられるのちょっと嫌がってる風になったとか、ちょっと嬉しそうだけど、もしかして酔っ払ってるのか、ちょっと女の人怒ってるのか、ちょっと慰めてる、ちょっとちょっとって言ってるところとか、いやあとはこさって言ってるのを、ねえねえって言ってるようにも見えるし、こういうものを描きたいからこういうポーズを取ってっていうのではなく、その場にいらっしゃる方たちをちゃんと切り取ったんですね。そうですね。一瞬の動きを見事に捉えています。それはダンスをする人々のポーズでも分かります。ここからこう動いてこうなってってことですね。最後にこうなってるやつですね。わあ面白い、今言われて気がついた。だからなんか本当に楽しそうで、ここの場所にいているような、今も変わったところの一つが印象派ギャラリーだそうです。すごい、こんなにブルーでしたっけ、ここの部屋って。あった。すごいね。わあ、これ生で見ると全然違う、なんか思ってたのと。楽しそう。もう音が聞こえてきますね。そのダンスしてるとこの音楽はもちろんなんですけど、食器の音とか会話とか、みんななんか男女ペアじゃないですか。しかも友達がいなくてすごい暗い人なのかなって写真だけ見てると、でもこういう明るい絵が多いっていうのはすごい不思議だった。その頃、ルノワールのモデル兼恋人だった女性も描かれています。マルゴと呼ばれた若く奔放なモデルでした。なんとも言えない顔してるのね、なんかちょっとは結構おてんばな感じですよね。振り回すタイプの人でしたね。この部屋にはもう一枚マルゴの絵が。あ、ここ、あれ、そこにあったの。本を読む女性、展示会で外され、運び出される寸前に発見しました。こんな風にして見るのだ。描いてるの、描かれてるの分かってない感じがいいですね。すごい幼いように見えて、すごい
気の強そうな。かわいい。恋人との日常の一コマを鮮やかに描き出して、二人の愛情と親密さが幸せな作品です。自分のそれで自分の人生があの時ああだったっていうことが描いた絵で分かるわけですよね。写真とはまた違うじゃないですか。自分にしか分かんないこの絵を見た時とか、なんか曲を変えた時とかっていうのが絶対あるんですよ、うん、モンマルトルで青春の日々を送り、ロマンティックな印象派と呼ばれた個性を開花させていったルノワール。その人生と作品は生涯美しいモデルたちに彩られています。